ございましたが、外交防衛通貨の発行ね、外交防衛っていうのはね、国がやんなきゃならないんです。ということは、国会議員というのはここに主眼を置かなきゃならない。そこをまず愛国運動やってるんだと、ね、自分の生まれ育ったところは川越だろうと、ね、なんで川越が去年の10月あたりからちょっと川越で一回この本川越の前をお借りして、まあ、外線管理もやらせてもらってるんですが、実は五代五戦争、つまりね、この世で既読の方々は、ね、武力を持ってないんです。武力を持ってないから、武力を持った人間を豊かにつける。76年間、敵機上陸するようなね、敵国に上陸するような異例部隊だね。うん、全部そうだ。空軍、陸軍、海軍、ね、情報部、ね、全部そうだ。この海兵隊がなぜ沖縄なの、ね、この間アフガンから米軍が撤退しましたね。同じようにいつでも中東、ね、ガトリンが、石油が湧き上がるような国、ね、あそこにいつでも足を踏み込めるように、日本を守るために建前上はそうですけど、海兵隊がいるわけです。こういったことをですね、我々がこのね、この今、このコロナ禍ということにおいて、ただこのね、受け身で待ってくれなくても大事だと思っていたんですよね。ところが、明治になって、国家的に日本は開国をいたします。最高ですね。それによって欧米の価値観が日本に入っていきます。コロナ対策に国民一人当たり50万円を出せる、ね、そして50万円あればね、大体そんなに外に出なくても済むんですよ。お金あれば一回でやそこらは生活できるでしょ、ね、ですから必要もないカラオケ、パチンコね、居酒屋、そういったとこはもう全部休んでもらえる。50万やるからとね、それを言った時にね、ある人間がそんなことやったらね、また税金高く暴力団という言葉が当たり前のようになってる。で、今回の、まあ、工藤会の野村さんともう一人の田上さんが、まあこれがやってきたことを見ているというと、まあこういうふうに思います。ということで、まだまだ話せと言われると話したいことがいっぱいあるんですけど、もうキリがないという方々がこんなものはね、何も政治家だけでなく一般の方々もやっています。で、そういう方々が発信していますけど、じゃあ野党はどうなんだと、手たらくな自民党ね、じゃあ自民党がね、手たらくだと、これはしょうがない、何度も言います。政権運営してるんだから批判されて怒られて当たり前、チェック入れられて、ましてやね、国民なんてのは税金も納めてるんですから、税金も納めてるんだから、税金の使い道はどうなんだと、それを反映されて、維新とか、そういう民族は愛国者はね、右翼、まあ右翼、自分で右翼するのもおかしいんですよ。右翼と呼ばれる人間はなぜ維新するか、これはですね、中国の越境という中に、周の文王の時かなんかですかね、まあ周の時代だから、もうなんていうんですかね、もう掃除だとか、もう3500年ぐらい前だ、まあ本当に周は一応ね、中国でも遺跡が出てるっていうからあったと言われてますけど、その周の文王かなんかの時に、そのまあ要するに中国っていう国は疫税革命ですから、前の王朝の要するにことを次の新たな王朝のやつが書物として残すわけです。そういうことを信じやってきた政権、これがね、社会、まあ社会党もひどかったですよ、七民衆もね、ひどかったけど、でもね、長くやってたの誰か、自民党のわけ。結局このね、我々のね、この戦後ね、このアメリカによって作られ、アメリカの都合によってね、できて、そしてね、今ね、自主防衛もね、果たせない。我々自身のね、社会のね、大きなね、この自分自身を守る、またね、自分自身の維持発展のための手段を、我々自身で何も行えないような体制というものをずっと保持してきた。